こんにちは。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピンとダバオの情報についてお伝えしていきます。まずはフィリピン全国のですね、感染者情報についてこちらです。はい。えー、今日はですね、もう感染者、新規感染者の数ですね、を言いますと7217人となっています。 で、回復者が3483人、そして死亡者が199人新たに出ています。そして、えー、感染者の総数がですね、124万7899人となっております。下のベッドはですね、病床がどれぐらい使用されているかっていうのが、えー、一番左がフィリピン全国で、真ん中がマニラ首都圏の状況ですね。まだ油断できない状況が続いています。そして、今回の動画でもですね、私が住んでいるダバオ市にフォーカスをしていきたいんですけども、 まずはですね、本当にここ数日でガラッと、えー、状況が変わってしまっています。新規感染者が急増しています。この動画を撮影しているのが6月3日なんですけども、まず6月1日にですね、えー、これ本当に驚いたんですけども、ナボウシは大体多くて190人台、それをはるかに上回る300人台が、 えー、6月1日の新規感染者の数で出てしまいました。こちらですけれども、下にあるダバオシだけのやつですね。えー、そこでダバオシティ338人というのが、これが1日で出た新規感染者の数です。まあ、計算上の理由でですね、数日前に遅れたのがまあ重なってるっていうのもいくつかはあるみたいですけども、それはでも毎日同じ状況なので、まあ1日の え、中でデータとして集められた数の中ではですね、最多記録ということで338人を出してしまいました。上の後、周りはダバオ地域の数なんですけども、まあ、ダバオデルノルテもですね、危ない状況と、 え、言われていますが、危ないというのは病床数が本当に失迫してしまっているという意味で危ないと言われていますが、本日はですね、ダバオ市にフォーカスをしていきたいと思います。これが6月1日ですけども、翌6月2日もですね、注目されていたんですが、やはりですね、まあ300人台とはいかないですけども、やっぱり195人ということで、依然として多くなっています。6月3日、この動画を撮影している時点ではまだダバオ市のですね、データは手元にはないので、 はい。6月2日までのデータをもとにですね、ダボ押しの状況についてお伝えいたします。 ダボーチ政府は、新興感染症に関する症状感タスクフォース、IATF と通称呼ばれているものがありますけれども、ダボーチからその IATF 症状感タスクフォースに対してですね、6月5日から30日までを病院の病床が逼迫しているということから、病院で感染者が急増するのを止めるためにという理由で、ダボーチのですね、検疫状態、隔離状態を修正を加えた強化されたコミュニティ隔離、英語で略して MECQ ですね、に引き、 上げるように要請をしました。ダバオ市政府はですね、そのことを Facebook アカウントにて発表しまして、国からのですね、その承認を待つ間、ダバオ市市民らにですね、MECQ の規制の内容を確認するよう促しています。この MECQ の規制の特徴は現在の GCQ なんですけども、その 一段階下の規制と比べまして、商品や事業所へのアクセス、事業所等での作業の際、より厳しく人の移動が制限されているということが特徴です。また、18歳以下、そして65歳以上ですね、の方、もしくは基礎疾患を抱えている方、そして妊娠中の女性は、必要な商品やサービスを得る場合を除き家にいることが求められるとされています。 規制が厳しくなると仕事がなくなってしまう人も増えてしまいます。ダバオ市政府は MECQ の影響を受けた人たちにですね、ダバオ市から代替の仕事を与えられるよう調整するとしています。またダバオ市は MECQ の間、すべての公共交通機関の運行は許可するとしています。今回のダバオシの要請に対し、ダバオ市は仕事や緊急の用事以外は家にいるようにすることで、医療従事者を助ける必要があるとしています。ダバオのサラドテル て市長は2021年5月23日から29日までに約1000人の新規感染者数が報告されており5月29日に1日だけで198人の新規感染者数を記録したことを述べこの数字が パンデミック開始以来ですね、最も多い数を記録したと述べました。これが5月29日ですね。しかしですね、先ほどこちらで触れたように、わずかその数日後に当たる6月1日には、新規感染者数338人を記録し、最多記録をですね、更新してしまいました。保健省ダボオ局は、過去最高の新規感染者数を記録した要因の一つとして、監視の強化と検査の増加というのを挙げています。 ダバオ市のサラ市長は新型コロナ患者を受け入れているメインの病院であるサザンフィリピンメディカルセンター通称 SPMC という病院があるんですけどもそこの病床が危機的な状況にあり SPMC と え、二つの私立病院の集中治療室 ICU がすでにほぼ満床であることを発表しています。ロドリゴ・ドテルテ大統領の発表により、ダボー氏は2021年の6月1日から30日までを一般的なコミュニティ隔離 GCQ の継続とされていたんですが、えー、新規感染者数がですね、その発表後に急増したことにより、ダボー氏からフィリピンの国、中央政府に対して規制を引き上げてほしいと、ダボー氏からですね、そういう要請をしたということです。 SPMC の病院の報告によりますと、5月31日現在、集中治療室 ICU の病床77床がもう満床であり、 えー、他にもですね、312あるコロナ、コロナ患者用病床のうち、293の病床もほぼ満床ですね、が使用されているとのことです。その SPMC の病院をサポートするために、ダボードクターズホスピタル、メトロダボメディカルリサーチセンター、ブロッケンシャイアホスピタルなどの民間、私立の病院が、 新型コロナ患者への対応を開始されるよう促されているとのことです。これ実はですね、ダボー氏の行政命令により、私立病院は、総病床数の少なくとも20%を新型コロナ患者に対応することっていうのがですね、以前から義務付けられているんですけども、すべての病院が まあ、施設とか人材の不足を理由に20%の受け入れという対応は、えー、まだ開始していなかったそうです。また、ダバオ市によると、市内にある16の新型コロナ患者の隔離施設ですね。こちら1300床あるらしいんですけども、それも手狭になってきているとのことです。これを受けて、ダバオ市は、軽症と無症状の感染者の人のために、さらに8つのですね、隔離施設を、えー、追加することを決定しています。 5月31日から6月5日までの間、ダバオ市内の8つのバランガイがもう危機的なリスクにあるとされています。感染者が増えて危機的であるという意味ですね。これらのバランガイは 9A、11B、24C、32D、33D、 で、まあ、番号がついたバランガイでですね。それとパナカン、そしてリバーサイド、これはカリナンのリバーサイド、そしてアグダオのサン・アントニオっていうバランガイ8つがですね、危機的なリスクにあるとされています。ダバオ市によりますと、現在の感染者の急増を見ても明らかなようにですね、危機的状況にあると分類されるバランガイは今後さらに増えることが予想されるということです。ダバオ市の新規感染者数は今年の2月から4月までは減少方向にあります。 ったんですすが5月からは増加に転じていますそれでは、えー、この新規感染者数の急増は変異株なんじゃないかっていう疑問が湧くんですけれども、それはまだはっきりとはしていません。 現時点ではですね、これまでのところ、ダバオ市内で変異株の出現というのはまだ確認はされていません。しかしですね、サンスターダバオ新聞の取材に対して、ダバオ市保健局の職員がですね、今回の新規感染者数が急増したことについて、変異株の影響の可能性も考えられるという発言をしています。まあこれはまだはっきりわからないですけどね。ダバオ市はですね、継続的に新型コロナの陽性が確認された感染者の検体をですね、2週間。 ごとにフィリピンゲゲノノムムセンンターに送ってて配列を調べているそうですフィリピン国内の様々な地域、特にマニラ首都圏では変異株の出現により感染者が急増したということが報告されています。これにより治療施設がですね、いくつかの地域で逼迫もしております。ダバオーに関しては、検問の際の管理の強化ですとか、ダバオー氏の国際空港でのですね、PCR の陰性証明の 提出義務化など、既存の渡航制限っていうのは、やってきているんですが、それもですね、変異株を保有する個人,個人がダボーに入ってくるという可能性をですね、全くゼロにすることは、できないのではないかと保健局の職員は述べています。これはマニラ首都圏やセブでですね、感染者が急増していた時期に、多くの OFW、海外フィリピン人労働者の方々ですね、が、あの、まあ、一度マニラに帰って、まあ 当然その時は陰性証明出してると思うんですけども、そのって方たちがみんななおと特にダバオ市に帰ってきていることから、可能性としては、えー、その帰ってきた際にですね、変異株がまあ、間ではわからなかったけれども、もしかしたら持ち込まれているのではないかと、その可能性はゼロではないのではないかという、そういった発言もなされています。 はい。保健省ダバオ市局はまた過去最高の新規感染者数を記録した要因として、ダバオ市におけるコロナ禍の監視体制の強化と検査の増加が挙げられるともしています。保健省ダバオ市局としては、ダバオ市が綿棒検査ですね、を増加したり、監視を強化していることから、今回のような急増、感染者の急増の可能性は予測もしていたということも発表されています。 このように感染者が急増しているにもかかわらず、保健省ダバオシ局はですね、致死率の低下を指摘もしていまして、ダバオシの感染者の死亡率というのは4.4%にとどまっているとのことです。これは昨年のデータと比べては致死率という意味では下がっているみたいですね。はい。そのため、現在感染が広まっているウイルスが、これまで、まあ変異がもしかしてあるかもしれないですけれども、それが以前のものと比べて感染力が強いかどうか、 っていうのは、まだ判断できないと、現時点ではされています。いずれにしましても、病院が逼迫しているという事実は変わらないので、引き続き、基本的な手洗い、うがいと、また、ソーシャルディスタンス等のですね、対策を個人でも行っていくしかないですね。 はい。病院がとにかく逼迫しているので、自分で気をつけて、それぞれがですね、気をつけていかなくちゃいけないと思います。はい。また、今、急増感染者がしているという、まあ、いろんな要因は考えられますけども、急増しているという事実もありますので、引き続き状況を注視していきたいと思います。はい。私のチャンネルではこのように、フィリピン全国や私が住んでいるダバオシの状況について、情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方、よろしくお願いいたします。いいねボタンを押していただけると、えー、モチベーションも上がりますので、ぜひ、 押していただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。